連覇を目指した須崎結衣が銅メダルとなったパリ五輪のレスリング女子5 0キロ級で、1回戦で須崎を破った後、決勝進出を決めながら軽量で失格となったビネシュ・ビネシュインドが8日、自身の X ・旧ツイッターで現役引退を表明した。減量がうまくいなかったビネシュは採血や髪を切るなどして軽量に臨んだが、 規定の体重まで約150及ばなかったというビネシュは6日に行われた1回戦で須崎に3対2で勝利その後も順調に勝ち進み7日の決勝への進出を果たしていた A c デイリーメール「電子版」によるとビネシュは決勝前の段階で体重が規定を約 1kg 超過していたと言いい彼女は体重を減らそうと髪を切った後 基準を満たすたたたたすめに採決に採頼っととされているがその試みは結局失敗したと報じたビネシュは X で、私の勇気はすべて折れました。私には今これ以上の力がありません。さようなら、レスリング、などとつづった。須崎は敗れた相手のビネシュが決勝まで勝ち進んだことで、敗者復活戦に回ることが可能になった。 銅メダルを獲得するには敗者復活戦と3位決定戦を連勝することが必要だったが、ビネシュの失格によって敗者復活戦が3位決定戦として行われた。